from a place of hardship to a place of ease, comes a place of flourish. In return, it's for a reason that I couldn't say it. Yeah, I don't find time to debate it. はいどうも、いつも動画見ていただいてありがとうございます。50年のさわっちゃんのね、ゆるいガレージライフの時間です。それで、1日1本ゆるい動画をアップしてます。それで今日もね、このエイプちゃんをやっていきたいと思います。いつになったら完成するのかって言われそうなんですけどね、こちら昨日ね、本当色まで塗ってつけて終わりだったはずなんですけど、雨が降ってきてね、それで途中で終わりました。それでね、これから今から色を塗って、それで、装着して、あとちょっとごちゃごちゃやっていきたいと思います。それとね、今日また新たな出会いがありました。今日ね、私の店の方に連絡いただいてね、一人の方がね、来てくれました。本当にありがとうございます。それでね、お土産にね、私の大好きなね、谷のちくわまで持ってきていただいてね、もう本当に、すんません、もうなんかね、恐縮です。で、おまけにね、帰りにね、またこのね、私のこの、ロング T シャツ、こちらをね、購入までいただいてね、もう本当にね、もう感謝でしかありません。ありがとうございます。もう YouTube してて、ちょっとずつこのね、人とのつながりができるっていうのはね、めちゃくちゃ嬉しい57歳のおっちゃんです。というわけでね、今からこれをやっていきたいと思いますので、どうぞ動画の方も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。おーす。はい、これでね、まずはサフ、サフを入れて、そして黒色、これで塗っていきたいと思います。サフ入れます。塗装をね、乾かしている間に、ここがね、ちょっと見た目が悪いのでね、もうサンダーで切っちゃいます。やっちゃいます。おーす。ちょっとね、塗装します。質問で、タミヤの缶スプレーでそのままいけますかっていう質問があったんです。それでね、今実践します。次にね、脱脂します。はい、タミヤの缶スプレーでいきまーす。はい、塗装ができたんでね、今からつけていきます。
生が完成しました。これでね、テールのステーをねステーでつけていきたいと思います。はいどうも、エイプね、やっと完成しました。ただ8センチ尺を下げようと思ってね始めたんですけどね、尺を下げたら下げたでサイドスタンドが使えないとかいろんな不具合が出ました。それとネジ、今回ねフェンダー、フロントフェンダーをリアに持っていったら自分でオリジナルのステー作ったら常にボルトとナットとかあとワッシャーとかね自分が持ってるのでね結局同じネジで揃えられないぐらいねネジがまた新しくいってね、とりあえずもうあるネジをね混ぜて、今回組み立てたような感じなんですけどね、まあ、これからねちょっとネジもねもっとストックしとかないかなとかね、またこのガレージライブ楽しむ上にねいろんないい課題が出ました。それでね今回はねエイプはねこれでねもう私的にとりあえず満足しました。またねハンドル変えるとかねいろいろやりたいなと やってる途中はいろいろ思ってたんですけどね、とりあえずねもう今回はね、カスタムはこれにて終了します。でまたね数ヶ月置いてね、またサイドのカバーとかアルミで作りたいなとかねいろいろまた構想がありますので、ね、これは次の第2弾でねまたやっていきたいと思います。とりあえず第1弾はね、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。これねパッと見ねリアフェンダーつけたんでねあんまりね尺が下がってるように見えなくなりました。逆にけどね実際8センチ純正からいったらどれぐらい下がってるのかな、もうかなり下がってると思うんですけどね、まあ私なりにはねこの5日間かな地味な作業だったんですけどね結果やってよかったなと思ってます。まあこんなような動画ですけどね、また明日もね何か57歳をちゃん楽しみます。それで動画もしますのでねよろしければチャンネル登録してやってください。それとね今回みたいなね緩い動画ですけどねいいね高評価もお願いいたします。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。今日はエイプカスタム第1弾終了です。おーす。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね高評価チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おっす。